くないんですよ。眠くない。ゆきたんさんありがとうございます。 YSA さんありがとうございます。久しぶりにあのガチすっぴんショールームで公開ですかもしれない。いたたたた、そう、目いた。うん、9時ぐらいかな。9時ぐらいに起きてテレビを見たいのを見て、みんなにおはようって言って、で今日はちょっと用事があって準備しないといけないんですけど、なんかお母さんママに今日何時に出るっていうのを聞くの忘れてて、この辺暑っ、なんか暑っ。ちょっとあれつけ開けて、めっちゃ暑いんだけど、なんで？ちょっと待って。めっちゃ暑かった。暑い。なんでだろう。日当たりがいいからかな。カーテン閉めてるんだけど、1個の窓。5個あるんですけど1個のやつしか開けてないんだけど、カーテン暑いの。あ、でも涼しくなった、窓開けて。ゆきたんさんありがとうございます。科学大佐さんありがとうございます。うほうほうさんもありがとうございます。ということで今日は準備配信なんですけど、準備、初準備配信じゃないですか。なんかメイク配信とかはやったことあるけど、髪もこれから全部完成までに行くっていうの初めてかなと思ったんですよ。でもなんか初めてでやりたいなと思ったんですけど、なんか見てる側として楽しいのかなと思って、なんか今までやってこなかったんですけど、ちょっと今日は結構急いでやんないといけないので、目標は12時半までに終わらせることです。あと1時間後ぐらいかな、1時間20分ぐらいで。今日は服装が、あのこないだインスタライブでちょっと着たやつ、あれ新品なんですよ。新品なのであれをどうしても着たくて、そう、あれをどうしても着たいので、あれにショーパンかミニスカート。でも言って私ミニスカートを持ってなくて、そう、あ、でもあれにあのチェックのスカートでも可愛いけど、そう、まあ下は、まあ、このパジャマで上だけ着替えようかなと思ってるんですけど、で下が決まってなくて、なので、あ、準備、そう、 ありがとうございます。なのであれを着たくて、あれは本当はインスタライブでお披露目する予定じゃなかったんですよ。でも一番最初にクローゼットに目に入ったのがあれだったのであれを着たんですよ。でもあれはインスタライブの20分ぐらいしか着てなくて、でももう着ないと、さすがにもうだんだん暑くなってきてるから鹿児島だから、もうそろそろ着ないとなと思って、そう、でもあれ秋は、え、春夏秋冬、春はちょっと暑いかなと思ってるので、ちょっと今着たいと思ってちょっと準備していこうかなって思ってます。じゃあそれでは、緊張するな、準備配信。なんかこのビフォーアフターが分かる、私結構さビフォーさ化粧さするから、なんか濃ゆいんじゃない濃ゆって思う、化粧濃ゆっていける、わかんないんだけど、なんで、え、電気つ、あ、びっくりした、
るすぎ。じゃあこれでメイクをしていきたいと思います。じゃあまず前髪を留めます。なんかさ、外窓開けてるからさ、外の人に声聞かれたくないからちょっと小声気味です。これはジャンファンの方がくださった前メロのやつです。いや、この前髪上げるとさ、一気になんかあれ出るよね。これからどんどん変わっていきます。このこれめっちゃなんか変な感じ変な感じです。これからどんどん変わっていきます。科学大佐さんありがとうございます。ショートさんありがとうございます。バタボーさんもありがとうございます。じゃあそれでは、でもどうせマスクするし、なんか肌の治安はいい感じなので、本当に薄く塗っていきたいと思います。まず最初にいつものこのベース、なんか説明しなくてもいいかな、こんな感じでポンって塗ります。でもあんまり肌に負担かけたくないんだよね。これは本当に化粧水感覚で塗ります。こうやって全体的に本当に薄く伸ばす感じ。でも結構ベースは大切なので、こんな感じで。あ、そう、でも今日言ってな、出かけるだけ、本当に出かけるだけだから、やんなくてもいい気するけど見て、これさ、やんない方がいい。これでやって、これはクッションファンデなんですけど、本当に楽なクッションファンデで、ただあのこう広げていく感じでいい感じの、本当に楽なやつなので、これは本当に薄く塗っていく。でも今日はなんかファンデーションしなくても肌は綺麗だからいいかなって思うけど、なんかハイライトとかがファンデーションしないとやっぱりうまく乗らないので一応します。でもハイライトとかしてもなんかツヤを出すやつなんですけど、ハイライトってとか顔に立体感を持たすやつ、私結構こうサラチ状態なので、肌がなんかこうのせるんですけど、こんな感じでちょっと綺麗になって、で私はクマがすごいので、見てわかる通りクマが15歳なのにこんなにあって、あーってあれ、マックス鹿児島さんありがとうございます。このままでも可愛いだって。いや、そんな、マックスさんありがとうございます。これで、ね、本当はいつも赤の練りチークみたいのを塗るんですけど、今日はもう本当にただちょっと隠れるだけでいいので、でこれでちょっと置きます。わかる、このちょっとここが茶色くなってる。あ、準備、韓国語も同じ意味だって。そうなんだ、じゃあ準備してます。すごい、準備も韓国語と一緒だ。これでこうやって肌になじませます。そう、なじませて、でまたさっきのファンデーションをちょっと薄く塗ります。なんかこのファンデーションはめっちゃ口コミが良くて買ったんだけど、私はこの薄塗りがちょうどいいんです。なんかあんまりガチでこれをファンデーションとして、まあ、ファンデーションとして使ってるんだけど、本当にこんな感じで薄くだったら私はいいんだけど、本当に濃ゆくこれをのせちゃうと結構私
肌が弱いのでこれは合わなかったから、本当に濃くするときは RMK さんのやつを使ってます。で次に、私今日は本当にアイメイクだけでいいのでマスクで隠れるので、この MAC のアイシャドウ下地を塗ります。これは本当にマスクとかしてても全然崩れないのでおすすめです。こうやって本当にまた適当に本当にさ、化粧って適当にできますよね。で適当しく言ってるの、適当にこうやって塗っていきます。こんな感じ。それでこれを塗ることによってアイシャドウの発色がより綺麗になります。でじゃんじゃじゃーんじゃーん、これやっとゲットできたディオールのあれなんですけど、見て、高級だからこんなのに入ってるの。私こういう巾着のさ入ってるやつ使ってるの、これしかないんですよ。このクレドポーっていうハイライト、これしか持ってなくて、なんか巾着に入ってるやつ2個しか持ってないの、仲間にって感じなんですけどそう、でもそう、でも今日はなんか言ってなんか何色がいいかな。今日の服は紫っぽい感じ。あ、なのでじゃん、エレガンスのピンクとこれの色を使っていきたいと思います。ピンクは二重幅に塗ります。あ、二重幅よりもちょいオーバーくらいに塗ります。ちょいオーバーじゃないと私なんかわかんないんだよね、塗ってるみたいな下向かないとわかんないので、こんな感じでもうちょいオーバーに、この加減が難しいんだよ。なんかあんまり上に塗ったら腫れぼったく見えるから、でこれでこの上の方をこんな感じで塗りまして、もう一回こっちもピンク色塗って、そう、服装に合わせていつも色を変えてます。だからこのパレットがあるとめっちゃ優秀で、何色でもできる。今私がもあの単色でいつも買ってたんですけど、パレットってなんか捨て色があるからさ、いつもは単色で買ってて、その単色がオレンジ、ピンク、赤、茶色系とか、まあ一通り持ってるんですけど、でもその全部一個にまとまってて、なんか品がいい感じのが欲しかったので買いました。で次に目の下、涙袋のところは、これは本当にずっとこれ使ってます。マキュアージュの OR303ドラマスティックスタイリングアイズ、これはデビューした時からずっとこれ使ってます。でこれはなぜかチップをなくしてしまったので、このかわいいこれで、かわいいよねこれ。これはね本当にね、いろいろな色のあれを使ってるからいろいろ出てくるので、一回服でいつもこうやってパーってしてます。で涙袋のところにこうやって塗ると本当にナチュラルだし可愛いみたいな。なんか本当に最近ちょっと太っちゃったからさ、でも体重には変化出てないんだよね。体重には変化出てないんだけど、なんか太っちゃったから化粧が可愛くいかない。痩せてた時はめっちゃ化粧して変わるってなってたの。で私のポイントはここの乗せた色と同じやつをこんな感じのチップにとって、ここの目尻のところにこうやってちょっと乗せてあげると目が大きく見えます。なんか締まる感じ、上と一緒の色を使うことでこんな感じで。で友達からもらったじゃん、クリオのこれ、なんかこうやってでめっちゃ透明でキラキラみたいな、あ、ここキラキラなので、目の上にキラキラをこうのせます。
したらほら、わかんないかな、わかんないか、こんな感じで。あ、でも結構ピンクがかってるからピンクとのアイシャドウにはバッチリかも。わかったかな。なんか目つぶる自分さ、ブサイクだからあんまりつぶりたくない。こんな感じ。てか今日さ、な、本当にどうしよう、太っちゃったよ。絶対やだ、痩せたい痩せたい。痩せないとスープ生活しない。本当にこれは自業自得で太っちゃった。なんかね、ずっとむくんでるんだよね。むくみあれをやってるんだけど。マックス鹿児島さん、ありがとうございます。あ、キラキラ見えるだって、よかった。なんか皆さん結構何色メイクが好きですか？なんか人によってピンクとか結構分かれるんだよね。知りたい、結構。でアイライン、アイラインはずっとこれ3本目です。ラブライナーの茶色使います。ここのまつげと隙間っていうんですけど、私描けなくて、なのでこのまつげの上のここところに描いてます。こんな感じ。なんかちょっと目がパッチリ見えなるなったつもりでいます。こうやって本当になんか一直線で描こうとしたら描けないので、あ、描けるんだけどぐちゃってぐちゃぐちゃってなっちゃうので、こうやってゆっくり本当にちょん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 って書く感じでやるのがおすすめです。でこういって、うん、ちょっと跳ねちゃったけど、ああやばいやばい、失敗しちゃった失敗しちゃった。こんな感じで、この目の下のここの部分だけ塗っていきます。ツン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 、結構アイメイク、うん、じゃーん。これで、で、ま、つ、あ、めっちゃ涼しい。でまつげはマスクしててあれなので、ヘレナルビンスのこのヘレナルビンスはめっちゃおすすめ。私前まではこのなんていうの、アイシャドウ下地とこのヘレナルビンスのアイシャドウ下地と、あとはなんだっけ、あれ、この、ま、あのマスカラはセットで使ってたんだけど、エレガンスの方がなんかもうちょっと毛束が綺麗に見えるので、エレガンスの使うようになりました。こうやって、最初はこうやってジグザグにして、次はこっちの長い方でピー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 しますだいぶ変わるね、ちょっとうるさい。こうやってピー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 って押していきます。で下まつげも一緒に、この細い方、本当にもし女の子が見てたらこのエレガンスのやつめっちゃおすすめしたい。ちょっと値段はやっぱりエレガンスだけあって高いけど、めっちゃこれは本当にいい。それどこに売ってる？これはあのエレガンスのお店で売ってるし、あのこれデコパスなんですよ。前言えばめっちゃ高いじゃないですか、デコパスって。でも本当になんかさ、やっぱりデコパス買うよりさ、普通の安いやつ
買った方が一緒のなのにいいみたいなあるけど、これは普通にデコパスだけあってめっちゃいいです。でも鹿児島にエレガンスのお店がないので、その化粧品のベニヤっていうところがあるんですけど、そこはあのなんて言うんだろう、デコパスのいろいろなお店が一つのお店にそのベニヤっていうところに集まっててっていうお店なので、私はそこでいろいろ買うんですけど、その担当の人がいろいろこれめっちゃおすすめですとか言って、そのおすすめされたのを買ったりよくするんだけど、そうだからこれをおすすめされて私は買って、ああよかったなって感じで。もその日はめっちゃエレガンスの、エレガンス結構私最近エレガンスすごい好きでいろいろ買いました。じゃーん、こんな感じ。科学大使さんありがとうございます。でなんか今日めっちゃ色素薄い。なんか強いよね光が。どうしよう、あれライトつけようかな。これで鼻筋を描きます。まあ、でも描いたところでマスクだからあれだけど、一応毎日してるのがこんな感じです。こんな感じで、私は人中がめっちゃ短いのでこうやってます。本当にこれはステージメイクだね、ステージメイク並みにしてます。とあと眉毛はなんとなんと100均です。眉毛は100均の、え、なんで100均のってなるじゃん。これなんか眉毛がないって時にあって、眉毛の描くやつがないお泊まりの時に、でおばあちゃん家のちょっと歩いたところに100均があるんですけど、そこの100均でもう1日だけだったら100均でいいがってなって100均に買いに行ったところ、これがめっちゃ良くて、これも2本目。100均めっちゃいいよ、すごい。でこの縁取り、眉毛のこうここの線だけピッ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 、この縁取りだけをして、このラデュレの眉描きで描いていきます。こんな感じに中はなってて、これは眉マスカラであんま使わないんですけど、おでこ上げるときにたまにしたりで、ここのさっきの2色を混ぜてこうやって、これもそれこそだ、化粧品のベニヤで買いました。鹿児島の、鹿児島はあんまり山形屋に入ってるところもあるんですけど、なんかないデコパスもあるので、その化粧品のベニヤに行った方が、でもやっぱりその山形屋に入ってるやつはないんですけど、山形に入ってないやつ以外のデコパスこんな感じになります。ちょっとこっち濃すぎて、じゃん。ベニヤめっちゃいいです。こうやってそうこんな感じで縁取りして、こうやって本当にちょっとだけつけて、この線をこの筆で一緒にぼかすみたいな感覚です。で中間のところは毛があるのであんまり描かないで、ここの眉頭とかもはっきりさせて、こんな感じです。あ、なんかちょっとこっちピョンになっちゃったよ。でさ、ここなんか形おかしいんだよ、なんでだろう。こっちはめっちゃこういいのにさ、こっちがなんかさ眉毛の形自体がおかしい。こここうさちょっと切りたい。じゃん、こんな感じです。ほらなんかめっちゃこっち、あ、一緒ぐらいか。一緒ぐらい。これで完成です。完成です。
あんまり変わってるか、全然変わってる。でハイライト、あでここのここにこう入れることによってクマがその光で飛ぶのでおすすめで、唇のこの上にこうやると可愛くなります。で本当にチークもマスクだから取れちゃうんですけど、一応ショールームなのでつけときます。これでこうやってで口紅はどうしようかな、口紅今日はピンクにしたいので、でピンクのやつどこ、ピンクにしたいので、これはこれこそこれも中学生ぐらいの時に買った、多分初めての口紅なんだけど、やっぱり初めてだけあって結構濃い色調整してるなと思うので、この中心だけ塗って、広げていく。で、完成メイクは完成だけど、待って前髪を下ろす。これで完成。前髪下ろすと雰囲気変わるね。やはり、やはり、やはり。ちょっと待って、ライト。ちょっとライト準備するわ。ライト、ちょっと、やばい、やばい、やばい。これでいいか、これで OK かな。これで次は髪の毛をしていきたいと思います。またぼうさんありがとうございます。ちょっとコメント読めなかったけど、今から髪の毛なので読めます。コメントぜひしてください、たくさん。巻くので170度にしていきます。よいしょ。で今日のカチューシャをね、どれにしようか迷ってる。カークタイサさんありがとうございます。結構変わるね前髪で。じゃあヘアオイルの紹介はジェミールフラン ニュアンスアンアレンジスプレー。これはあのなんか地元のお仕事の時にそのメイクさんも使ってたので、あ結構使えるっていうか、いろいろな方が使ってると思います。これはハホニコケラネックスファイバーオイル、ハホニコオイルです。これもハホニコオイルのやつです。これはあの熱を通せば通すほど普通のアイロンって傷んじゃうって感じなんですけど、これは逆に熱を通せば熱を通すほどハホニコトリートメントって私いつもしてるんですけど、それと同じ成分がここに含まれて何なんだろう、その熱を通せば通すほどサラサラになるっていうやつです。まず全部ストレートにしていきます。全部ストレートに、ここら辺もストレート。こんにちは。メイクは結構偉いな。だってメイクするこんにちは。
かわいいだって嬉しい、ありがとうございますありがとうございますって素直に受け止めちゃってるいや、 やっぱり毛先めっちゃ傷んでる、あのアイロンしてるから、しちゃったから、やっぱりこれでアイロンしないと。で、それ全体的にこのオイルを、このオイルもさ、もうあんま入ってない、え、入ってないんだよ、あ、やばい、めっちゃ出しすぎちゃう、最悪、めっちゃ出しすぎた、見てこんなに出しちゃった、どうしよう。でも今日は巻き下ろしにしたいので結構オイルは必要です。髪の状態をよく保つものは大変ですか、だって。あー、でも髪を結構こうやってサラサラに保つのは私は自分の力ではできないし、なんか結構私癖っ気で、ちっちゃい時とかもなんか結構本当にあのテンパぐらいの勢いまであったんですよ。でもあのトリートメントに月1回通うようになってから、そのテンパは改善されて、改善っていうかなんかね、結構もじゃもじゃしてたんですよ、うねうね、前髪とかもこううねってたりしたんですけど、本当に頑張って月1回行くようになってから、ちゃんとそのいい成分を髪に与えるので、ちゃんとなんていうの、そのテンパは治りましたね、テンパっていうかそのくせ毛、くせっ毛は治った。でも結構家でもちゃんとドライヤーをちゃんと毎日するとか、このアイロンする前にこんな感じでちゃんとオイルを塗って髪をできるだけ熱から保護してあげるとかするだけで結構変わるみたいです。ほら今やっただけでちょっとツヤツヤ。そう、あとそのやっぱりアイロンをこんな感じで、やっぱりちょっと高いんですよ、高いんですけど、髪をちゃんと状態よくするんだったらおすすめ。でも結構アイロンとかはさ日常的に使うから、ちょっと高いのにした方がおすすめですね。でもなんかさ、あの安い値段が優しめのやつでも結構ちゃんとあれが入ってるのありますよね、熱をできるだけ軽減されてるやつとか、とか熱をできるだけ高くしないとかおすすめですよ。でもわかんない、私は美容師さんじゃないからわかんないんですけど、え、全部さウェーブにするっていうのもさ、なんか良くない？そう、なんとかでクマをなくすことができる、え、気になる、星になっちゃってるけど、今日はじゃあ全部ウェーブでいこうかな。熱170度。今日はどこ行くの？だって今日は用事があってちょっとお出かけします。もう服を買いに行くんですけどまたってね、毎週買いに行っちゃうんだよね。ちょっと服を買いに行きます。服の調達をしてきます。ちょっとまた断捨離を しないと。あ、コテとストレートセットのやつもいいよね。私もそれ欲しくて、それだったらさお仕事の時とかそれ1個でいいじゃないですか。私結構どっちも持ち歩いちゃったりするやつを使ってて、だからその両方のやつが欲しいんですよね。でもなんかさ両方のやつってさあれいいよね。だって、ま、巻くじゃん、でそこの一緒の熱でこの前髪も一緒にストレートでできるから、それ欲しい。なんか誕生日とかさクリスマスとか過ぎてからめっちゃ欲しいものが出てくるの私だけなのかな。めっちゃあるんだよねそれ、クリスマス終わってから欲しいものめっちゃ出てくる。あれが欲しいんだったってなって来年に絶対取っておこうと思うけど、まさとしさんありがとうございます。あつ、なんか全部さ下のところ外巻きになってるんだけど内巻きにしたいんだけど、なんかまさとしさんありがとうございます。私本当に今日お出かけ行くときにさネックレス見てみようかな。ネック
レス本当に欲しくて、本当になんかさ安いやつでいいんだよね。昨日も言ったじゃないですか、ネックレス欲しいって。なんか本当にワンポイントのハートとかで全然いいんです。ハートの中にちょっとなんかキラキラのあれが入ってるみたいな、本当に安いやつでいいの。でもさ、なんかネックレスってさ、ちょっと大人になっちゃうじゃん、つけたら。だから今まで躊躇してるし、多分ママにネックレス欲しい、多分配信見てたから分かったと思うんだけど、なんか大人っぽすぎないってなりそう、言ったら、欲しいって言ったら。いやでもなんかおばあちゃんは結構賛成してたんですよ。いやおばあちゃんに結構欲しいの言うんですね、私。なんかあれが欲しいけどどう思うみたいな言うんですけど、高校生だからいいんじゃないって言ってて。私のお姉ちゃんは結構そういうアクセサリー系を早くから持ってて、あの本当に高校生の時からネックレスとかつけてたりしてたから、でいいなと思って。あちちちちちちちあっち、あつあつあつかった。そう、アクセサリーさでもつけたらなんか大人っぽくなっちゃうからどうなんだろう。あ、よっしゃ、内巻きにできた、最後だけ。なぜか全部ウェーブもなかなかいいね。私最近夜にさ、なんかあの充電すること忘れちゃって、今 20% ですって出てた。残り 20%。 あ、でももう終わるからいけるかも。あ、よし、内巻きにできた。私が言ってた内巻きは、あ、このことです。お出かけいいな。なんて、まさとしさんありがとうございます。今日はあったかいよ、だって。え、嬉しい。あ、今日ね、なんかミーアキャットっていうの、こういうのディズニーのやつです。かわいいよね。これはなんだっけ、あそこのお店、あのすごく安くていいお店があるんですけど、そことなんかコラボしてて、そこで購入しました。かわいいよね。わあ、台湾チームさん、たくさんありがとうございます。ゆき、嬉しい。台湾語でさ、あのありがとうってなんて言うんだろう、調べようと思うんだよ、いつもいつも思うんだけどさ、忘れちゃうんだよね。だからなんか私さ、そのあれを作ろうと思って、あの韓国語はこれでありがとうとか、まあ、言葉を考えてやって作って書いて、それでメモにしようと思ったんだよ。ですよ。だからメモ帳買いに行こう。こんにちは。そう、こんな感じで、なんか暑くなってきた、めっちゃ。でもさ、寒い朝ってさ、ずっとこう私アイロン触ってるんだよね。150度をずっとこうやってピーってた、熱ってなってピーってやって、また熱ってなってって言うのを朝いつも繰り返してる。学校とか行く時の準備の時そう、アイロンで温まるんだよ、いつも朝ね、学校行く時。いや朝さ、その洗面所、髪の毛をいじる場所がさ寒いんですよ。だからお風呂の暖房をつけて、それでお風呂を、やばい、お風呂の暖房をつけて、お風呂を全開に窓を開けて、それで洗面所も温めるっていうことをしてるんですけど、今年カイロ使った、あ、今年に入っては使ってないかも。こうやってちょっと、でも去年は2回ぐらい使ったかも。私結構カイロの草存在を忘れちゃうんですよ。開けたのに、その開けて、その振らないタイプなんですけど、私はその振らないでずっと待ってたら、その待ってた時に全部忘れちゃって、学校に持っていくの忘れて、ずっと家の中で温まってるカイロがいつも学校帰ってきた時に発見されるんですけど
あるあるじゃない結構それって。私はめっちゃもうずっとあるあるなんだそれが。私は結構あるある現象です。なんかすごいことになっちゃうこっち。あ、でもいい感じだな。女として見てしまうなんてなんでなんで。台湾の場合、あ、シェイシェイか、シェイシェイ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 。さ、韓国のさ、あのアイドルさんの挨拶さ、あやせやかむさむにだ、しんさしんだみたいな感じじゃないですか。なんか私も作りたいな、そういうの。こんにちはね、今日カチューシャさどれがいいかなと思って、今日の服に合いそうなあのあれをちょっと持ってきたんですけど、これか、あ、待って、これはなんかさインドのカレー屋さんみたいななっちゃってる感じ。ワンちゃん狩野英孝さんのさ、なんかインドのカレー屋みたいな歌があるんですけど、それを歌える感じ。え、でも可愛くない？これか、これはおなじみの、でも最近あんま使ってないやつ、これか、これか、これかね。でも今日の服次第だよね。このリボンか、今日の服に合いそうなやつどれ。いやでもこれでお出かけ、これをつけてお出かけってちょっと痛いからこれはやめる。これはさ、まあ、ちっちゃいリボン、たたたたちっちゃいリボンだからまあいいかぐらいじゃない。こんな感じ。あ、でもこれも結構痛くない？お出かけだったらこれはちょっと痛いわ。かわいいけどか、これ。いや、これも痛いよ。これは夏みたいな。ってなったら2個しか残んないじゃん。いや、でも結構これもつけたい気持ちなんだよね。これどうなってんの、これ。これどうなってんだ？え、これどうなってんの？こうってこと？可愛くない？ここ。これどうなってんの？なんかさ、おかしくない？カレー屋さんいい？カレー屋さんいいかな。ヒゲジーしんちゃん先生さんありがとうございます。ゆきたんさんありがとうございます。まさとしさんありがとうございます。最初のやつ好きだった。これインド、じゃあ今日インドカレー屋で行くわ。で、そしたらこれ、これ本当におすすめ。これオイル塗ってるみたいで固まるやつだから、でもね、匂いは結構好き嫌いがあるかもしれない。最初のやつで結構人気だね。じゃあ最初のやつでいきます。これ、あー、めっちゃスプレーの匂いする。こんな感じで、あたた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 よくない？今日ウェブ巻きだけど。ね、めっちゃやっぱりさ、待って、手めっちゃベタベタする。やっぱ太った、太った、どうしよう。ちょっと作りたいんだけど。めっちゃ空気清浄機動いてんだけど、私汚いみたい。
やでもさ、でもさ、前髪なしでも結構良さそうじゃない？前髪なしというかめっちゃ薄くするか。こんぐらいにしちゃうか。いやでもなんかさ、これ、あれがちょっと気に入らない。どうなってんだ。いやでもインドのカレー屋さん結構クセが強くない？これめっちゃ浄化されて、浄泉、浄泉っていうの。じゃあちょっと服を着てきたいと思います。いやでも服ちょっと待っててね。でも服でさ、結構これさ、ズボンスタイルも可愛くない？パジャマだけど、これで言っても全然可愛くない。じゃーん。いや、ね、なんかおかしい。どうしよう、なんかおかしい今日。いや本当にさ、デブったからだよね。いや絶対そうだ。どうしよう、なんかおかしいもん。おかしいね、待って、どうしよう、やっぱりおかしい、ね、本当にどうしよう。待って待って待って、一旦落ち着いて、一旦落ち着いて。え、なんでこんなデブったの？何が原因？本当に食べ過ぎ？でも何を食べたか分かんないのよ。で何を食べたか、いやでも間食をめっちゃしちゃってるんだよね最近。なんか無意識に冷蔵庫に行ってる自分がいる。いや逆に前髪濃い方がいい。いやもうめっちゃ女の子してる。でたたたたたたた。えどうしよう。意外にポニーテールの方がさ、まとまってる感じしない？これより。だって襟が可愛いのに襟があんま見えてる。これでもいいけど、これでこれしちゃう。12時になって、あもうね全部終わったんだけど、なんか決まらないんですよ。なんか違うの。何が違うの。やっぱりさ、太ったらこんな感じでさ、全然ファッション楽しめない。どうしよう。太っちゃったよ、どうしよう。いい感じで痩せてたのに。でも体重変わってないんだよ、なんで。これの方が良くない？こっちの方がいいね。なんか横に毛があるより。これで、これでまだアイロン熱いね。熱いね。熱い。めっちゃめんどくさい女の子してごめんなさい。これでこう、こっちに持っていく。い
やでもね、女の子こんな感じなのかな、みんな。でも久しぶりにこんな自分のあれと揉めた、意思と揉めました、今。でここもウェーブにします。なんか最近は結構、あの服着てあの髪型したらバッチリってなって、あ今日もいい感じかって感じでいつもコーディネート終わるんだけど、なんか今日めっちゃうまくいかなかった。じゃーん、カレー屋さんよりいい？大丈夫かな、みんなの意見無視しちゃった、ごめんね。無視っていうか自分の好きな方にしてしまって、でもさ、こっちの方がいい気がするんだよね。じゃーん、お、いいんじゃない？いいんじゃない？あ、待って、なんかこれ出てるんだけど。4？ 何？何？え、何これ、やだ。え、でも一つ結びにさしてもらうかな。でも一つ結びは顔がでかく見える。いい感じ？じゃあそれでは皆さんデートに一緒に行きましょうか。こんな感じで、よいしょ、じゃん、じゃん、こんな感じでいいかな。で前髪もちょっと固めます。あ、でもこれで固めたらさ、めっちゃあれになっちゃうけど、まあいっか。あ、ちょ、最悪、ついた。待って。待って、めっちゃまた浄化されてんだけど、これスプレーに反応してんのか。ほら、やっぱりなんかちょっとさ、お風呂上がりみたいになっちゃう。まあでも休みの日だからね、ちょっと宿題しなきゃ。やだ、宿題。よし、これでいいんじゃない。待って、いい感じだよね、いい感じ。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じなかな、いい感じだよね、いい感じじゃない。でもちょっとやっぱり、あ、やっぱりちょっと濃い、マットなリップライン。なんか久しぶりにこんなこだわったかもしんない。うん、完成、完成の巻き、こんな感じじゃない？じゃーん、いい感じじゃない、このいい感じだよね。でもさ、痩せてたらもうちょい可愛くなるんだよ。いい感じ。なんかここがちょっとぷくってしてるじゃん。ああ、やだ。いい感じですかね。いい感じ、いい感じってきてる。じゃあこのカチューシャで今日は挑みます、挑みますっていうか、服を買いに行ってきます。そう、まあ今日買った服、買った服っていうか、その組み合わせの服なんですけど、どこかで皆さんの目、お目目にかかると思うので、
まあすごいこんなショールームとかの形じゃないんですけど、もうちょっと大きい形で皆さんの元に届くと思うので楽しみにしててください。またツイッターとかで分かると思うんですけど見ます。楽しみにしててください。多分分かると思うけどそう、これをね切んないといけない。そう、組み合わせのやつが欲しくて、その組み合わせを今日は買いに行きたいと思います。じゃあそれではこんな感じ、いい感じじゃない、いい感じじゃない。じゃあちょっとスクショタイムをしたいと思います。はい、これがポイント。いい感じかな。じゃあそれではありがとうございます。じゃあ100位から読んでいきたいと思います。100位、アシタカ VS ヤックルさん、ありがとうございます。88、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、教えてください、誰か。じゃあ48位はネットキャットさん、ありがとうございます。47位、リキューIM さん、ありがとうございます。13位、トッポギさん、ありがとうございます。12位、きよしさん、ありがとうございます。11位、フミヤとウフフさん、ありがとうございます。10位、ショートさん、ありがとうございます。9位、まさとし@カメコとっちゃうとっちゃうさん、ありがとうございます。8位、台湾チームさん、ありがとうございます。シェイシェイだ、ありがとうございます。7位、 YSA73 さん、ありがとうございます。6位、シュン@台湾さん、シェイシェイ、ありがとうございます。5位、セッキーさん、ありがとうございます。4位、ウホウホホさん、ありがとうございます。3位、マックスさん、ありがとうございます。2位、ワタボーさん、ありがとうございます。1位は科学大佐さんです、ありがとうございます。いつも皆さん今日もありがとうございます。今日はなんかすごいこだわって なぜか今日こだわるっていうね、今日こだわった服はこだわってないけど、髪っていうかカチューシャのどうつけるかすごい迷ったんですけど、皆さんの意見を参考にしていろいろ決めていけたのでよかったです。じゃあそれでは皆さんありがとうございました。バイバイ。あ、明日から月曜日だね。月曜日頑張りましょう。バイバイ。